やりすぎない？よろしくお願いします。はい、おはようございます。本日はですね、中国地方を行きたいなと思います。今現在ですね、こちら岡山県へ来ております。いろいろね、工場とか回った後なんでね、実は昨日から来とったんですよ。で、昨日から来て工場とか散々回った後でね、ちょっと疲れておりますが、初日スタートということで、今からまずはですね、視聴者さんに会いに行きたいなと思います。行きます。あ、どうも、はじめまして。タクゾーです。あ、ありがとうございます。はい、はじめまして。はい、どこ撮ってる、大丈夫ですか？あ、です。あ、わかります。すみません、お願いします。あのアカウントは何ですか？あれはブログと僕も YouTube やってて。あ、そうなんや、ちょっと。あ、もしあれだったら全然撮ってもらっていいですよ。僕全然、なんでもないから。何ですか？うん、全然撮ってください。撮ってもらいます。はい。まだちょっと、初めて2、3ヶ月ぐらいなんですよ。あ、へー、すごい。ブログは7ヶ月ぐらい。すごいですね、はい。じゃあ結構動画とかで Vlog とか出てても関西とかはなんか見たことあるなみたいな。あれ、レアトリはずっと行ってて。あ、そうなんや、はい。友達と。あ、今でももう、あ、じゃあその時はちょっとアウトドア系はしてはってっていう。結構回りました、ドメスティックのアタッチメントとかそういう系から。はい、ということでね、行ってきました。ちょっとお酒飲みすぎてね、喉がガラガラになっておりますが、現在がですね、11時23分ということで、11時半ぐらいまでになってますけどね、嫁蔵が怒っております。早お帰ってきなさいと、明日あんた広島行くんやろって言われてるんですけどね、どんな LINE が来てるかというとですね、こんなスタンプがずっと来てます。こんななんか怒ったようなスタンプがね、ずーっと来てますけども、帰って何言われるか分かりませんけどもね、まあ怒ってるけども、まあ多少怒られながら風呂入って寝たら明日忘れるでしょう。うまいもん食わしちゃったら忘れるでしょうということでね。このまま帰りたいなと思いますので、あ、視聴者さんからね、お土産もいただきました。本当ありがとうございます。これでは、ホテル帰りたいなと思いますので、ちょっと怒ってるシーン撮れるかどうかわからんけどもね、帰りたいなと思います。ありがとうございました。誰？私です。ただいま。おはようございます。二日目の朝ということでね、嫁堂さんが向こうで今現在着替えておりますけども、チェックアウトの時間がですね、10時なんですが、ただいま9時56分、残り4分でチェックアウトしないといけません。一応まあ荷物は僕まとめさせていただいたんですけど、向こうとんでもないことになっておりますが、間に合うのでしょうか。後半へ続く。はい、あれから無事ね、チェックアウトできました。今ね、アイスコーヒー買って、で今からパン屋寄って、で、高速で2時間ぐらいかけて広島に行くっていう感じなんですけども、そんなことで行きたいなと思います。ちょっと彼女機嫌悪いです。昨日のね、夜帰ってくの遅くなったから、それ以来ちょっと機嫌悪いけどもね、待ちたいなと思います。我々は広島県へ来ました。こちら奥を見ていただきましょう。ズドン、広島の原爆ドームに着いております。こちら原爆ドームとなっております。僕は小学校の修学旅行でね、一回来たことあるんですけども、うちのお嫁さんは初めてみたいです。お嫁さんどうですか？いろいろ感じるものがある？はい、それではね、広島の今から晩ご飯食べたいなと思います。今から視聴者さんにね、会うんですけども、ちょっと早めに出てます。今回は5時半に出てて、もうすぐそこなんですけど、なんで早めに出てるかというと、0時間行くらしいです。ストン、何食べんの？焼き鳥食べますよね。なんで0時間で焼き鳥行ってから、視聴者さんと僕会いたいなと思いますので、急がされました。もう髪の毛乾かしただけ。人気店なんだから早く行くわよって言われてね、行きたいなと思います。あ、あれや、左側に焼きって書いてる。おすすめを
はい、それではですね、僕焼き鳥から出てきて、嫁はまだ焼き鳥一人で食べてるんですけど、今から僕視聴者さんと会いたいなと思います。今日ね、広島では2人の方とお会いする予定やったんですけど、2人目の方がなんか娘さんがちょっとコロナになったかなんかで会えないっていうことやったんで、まあ今日は6時からの方を1人お会いして、その後は嫁が迎えに来て、7時くらいに迎え来て一応解散っていう流れなんでね、そんな感じで行きたいなと思います。はじめまして、よろしくお願いします。めちゃくちゃ英語してません。広島来たんですね。来ました。すいません、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。カメラ撮っても大丈夫ですか？大丈夫、お願いします。あ、よろしくお願いします。いやー、好きで、はい、で怒られるんですよ。今日嫁蔵さんも来てるんですかね。あ、来たんです、来たんです。どっか、今日広島に泊まりなんですか？そうです、広島、もうほんまホテルすぐそこなんですよ。あ、そうなんですか。ルカは音はあれなんですか？動画は服とかで見てもらうんですか？ダントも来てあるし。いや、2年前ぐらいから一回なんか満点ジャケットか、ライトジャケットを自分が買おうとしとって、なんかサイズ感なんかわからなくて、どうかって調べた時にまず見つけさせてもらったのが初めで、そこからめっちゃ鮮明に覚えてもらってるんですライトジャケットもマウンテンジャケットもなんか結構上げられて、はいはいはい、そうですね。毎回見る、なんか内容的には分かってるんですけど、でも見てしまうんですよ。でも面白くていいですね。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい人でしたよね、ほんまにね。ね、めっちゃいい人だったね、雰囲気からして。めちゃくちゃいい人やったけど、しかも野球な、すごいいい人やって、ありがたかったです。現在8時22分ということで、今からコンビニだけ行って水買ってホテル帰って寝ましょう。はい、いいですか？はい、はい、じゃあおやすみなさい。まおやすみなさい。はーい。さて今から船乗っていきます。出しました。すいません、よろしくお願いします。絶対にあのコントみたいに後ろ倒れないので、もうリラックスして持たれて大丈夫なので、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、行ってきます。ありがとうございます。あ、すごい軽いです。え、綿菓子みたいです。やばい、それはやりすぎじゃない？伊藤博文がなんとポケットマネーで作ったこれ登山道って。え？登山道。はい、ということでね、人力車行ってきました。あの人力車はね、移動のために乗るっていうよりかは勉強のために乗るっていう感じで俺いつも乗んねんな。もみじが下にあるんやね、だからね、ぜひね、なんかそういう観光地とか行ったりしたら人力車乗れば、その勉強しなくてももうパッていろいろ教えてくれるんで、全然人力車案件でも何でもないんですけどね、あのおすすめかなと思います。今からは、もみじまんじゅうの引き換え券いただいたんで、それを食べるんですよね。はい、粒あん、こしあん、チーズ、チョコ、抹茶、いっぱいあんねんな、いっぱい種類な。それではですね、お昼ご飯は穴子飯発祥の店と言っても過言じゃないでしょう。こちらです、ズドン。こちら上野さんでございます。では行きます。さっき並んだお弁当の穴子飯、うえー、ちょっとお店が人気すぎて行かれへんかったんで、テイクアウトで、これテイクアウトでも十分美味しいみたいなんで、早速食べたいなと思います。上野さんお腹ペコペコだよね。うん、ついてるよ。じゃあ先に僕がいただきますので、はい、あの味の食レポをねしたいなと思います。うん、日本 B 級グルメ1位になったことがあるらしいと。へー、めっちゃいい匂いする。米のタレが効いてるわ。へー、で、アナゴ、たくあんとかガリガリ長く食べて、うまいぞ。うまい。あと10分ぐらい回しててくれる？もう切るよ。分かった。いい？切ります。ブチッ。
はい、と山口の方にね、到着したんですけども、後ろが山口駅、新幹線が通ってる山口駅なんですけど、この辺のタイムズね、1日500円とかっていう感じでものすごい安い感じになっててですね、まあいいように言ったら静かな感じの、雰囲気が漂ってるかなと思いますし、このような感じになっておりますね。これもまんま駅ですよ。駅の真ん前にあるホテルに泊まるんやけども、まあ、こんな感じのね、とてもゆっくり眠れそうな一日になるんじゃないかななんて思ってるんですけども、山口県楽しみたいなと思います。あ、今日ね、視聴者さんからのお声がなかったんで、まあ、僕ら二人で、ほんまに近くのお店でサクッとご飯食べたいなと思います。はい、おはようございます。山口でチェックアウト今からしたいなと思います。現在ちょっと時刻早めでね、8時前ということで、じゃあどこに行くんですかというとね、ここに今地図出てますけども、どこに行くかというと、山口県から今から九州の方に向かっています。で、なんで向かうのかというと、隣にいている奥さんがですね、どうしても唐戸市場という市場、お寿司があるんですね。そこに行きたいということなんで、わざわざほんまやったら今から島根の方に直行できるんですけども、一旦九州の方まで行きまして、1時間ぐらいかけて、で唐戸市場行って、で唐戸市場で喜んでると思います。で喜んだ後、5時間ぐらいかけてまた島根に行きたいなと思います。今日は移動するだけの日です。で島根の方と会うのは明日なんで、今日移動するだけなんですけどね、まあそんな感じで見ていただこうかなと思いますので、移動していきます。それでは唐戸市場到着です。あれが開門トンネルやな。ずっと来たかったやろ。5年前から楽しみにしとったよな。7年前。じゃ行きましょう。お腹すいたやろ。うわ、すごっ。はい、あれから、5時間、6時間以上経ってですね、現在夕方の4時頃に、島根にチェックインしました。見てください、このおでこがテコテカしてるでしょ。それぐらい使われてるんですけども、本日はね、ちょっと和室っぽい感じのお部屋でね、泊まらせていただきました。まあ今日は移動するだけやったんでね、あ、嫁は寝てる。移動するだけやったんでね、まあ移動だけして、で、まあこういったちょっとゆったりしたところに泊まって、明日視聴者さんと会いますので、今日はちょっと一旦ゆっくりしようかっていうことなんですが、一つ聞きます。今日の晩ご飯は何ですか？やばい、もう全部モザイクになってる。なってると思う。あ、よかった。今日の夜ご飯はこの旅初のシースでございます。これ何これ？ソース。うん、ラーメンの唐揚げ初めてかも。袋うまい。さっぱり。いつも日本酒飲んでる。はい、ということでね、行ってきましたけど、どうでしたか、お寿司は。美味しかった。美味しかったですよね。ということで、何がお寿司美味しかったですか。のどぐろ。のどぐろ美味しかったよね。やっぱ日本海といえばのどぐろということで、おかわりしましたね。今回ウニじゃなかったよな。ウニよりのどぐろ。ウニもうまかった。その近くで食べたウニだもんね。うん、美味しかった。やっぱり日本海にもし来た際にお寿司好きの人やったらのどぐろの方が喜べるかもしれんな、うん、はい、ということでまあそんな感じだったんで、今日はね無事移動できたんでよかったかなと思います。明日視聴者さんに会うんで、その前にまず出雲大社に行きますので、出雲大社行くねんな。行きましょう。はい、行きますということでね、ではおやすみなさい。はい、おはようございます。今から出雲大社にね行きます。今日夜視聴者さんと会うんですけど、その前に出雲大社行きます。お名前何でしょうか。出雲大社の神様なんとかを、スサノオですね。スサノオのとこ行きたいなと思います。行きましょう。出雲大社に来ましたがどうでしょうか。いいね、すごいパワー感じますよね、うん、こういうの大好きやねんな。こういうの大好き。
女子にはいいところかもしれないですよ ね, ね縁結び ね, ね彼氏と来たりとか旦那と来たりとかあと彼女と来てみたりなんて言ってねパートナーズ ね, ーーね来たりとかして、はい、縁結びだぜって言ったらね成就するかもなんて言って、うん、スサノオさんのところに行きたいなと思います。これこの隙間のこの辺にしよう。あ、そうか見ない、はい、上の私はちょっと中白だって磯のりそばです。磯のりそばもりもりです。そして次はですねこちらへやってきました。ズドンということで神々が集まる場所、そう稲佐浜の、岩に来ました。これは10月10日にね、いろんな神様が集まるらしいです、神様のオールスターということで、ここで集まってなんか作戦会議するらしいですけども、こちらまで来ました。今から塩沢さんに会いに行きます。そしてバスを待ってます。嫁蔵は近くの店で待機するらしいです。なんでかっていうと、1人目が終わって2人目が終わってです帰るとき僕いつも、夜中まで行くので嫁蔵がタイムキーパーとして近くの店で飲んで時間だよと言って迎えに来てくれるらしいのでよろしくお願いします。ただいま向かってます。いつも通り時間が5分ぐらい遅れておりますが視聴者さんがさっきそこで待ってくれてました。出るのかな。僕多分、うん、今普通にサラリーマンやってるんですけど、もともと大学から東京にいて、で東京で大学卒業した後に国会議員の秘書やってたんですよ。土日もほぼスーツ着てで転職して、まあ、会社員やって汗やったね。ここら辺。あ、すいません。ちょっとね、このコロナでどうなるんだろうな、うん、でも一切動画とかでそういうこと言っておっしゃらないじゃないですか、うんうん、僕は全然大丈夫なんですけどね、はい、昨日か一昨日の人はコロナでちょっと来れなくなりましたって言って亡くなりました。急激に来れましたからね。まあ仕方ないですね、うん、まあそれもご縁やと思うんで、うん、タイミングはね、あれかもしれない。脳死状態だったいえいえ、うわかっこええな。はい、ということでね、行ってきましたけど、どうでしたか。めっちゃいい人でした。めっちゃいい人だったな。プレゼントもらって本当ありがとうございました。楽しい時間過ごしてね、明日の5時起きです。5時起きで撮影しますので、その眠たい顔してる様子をどうぞ。はい、おはようございます、最終日前日ということで今から鳥取の方に、島根から鳥取に行くんですけどね、島根と鳥取ってどっちがどっちっていう問題あると思うんですけど、だいたいねっとりで思い出すんですね。でねっとりで思い出して、あ、島根の根が、左で鳥が右だなっていうことでね、今から右の方に向かうわけなんですけど、近いもんなんかなとかって思ってたら2時間ほどかかるんですね。えらい遠いやないかいってことで、現在ですね朝4時50分ぐらいなんですけども、こんな早起きしてね鳥取砂丘に行きます。で鳥取砂丘でちょっと撮影するので、大阪からねカメラマンのふーちゃんが来てくれてるので、合流してちょっと撮影して、鳥取にね泊まりたいなと思います。行きます。カップが食べれないなら食べてあげるよっていうやつ。これぐらいでいい。なんでこれもっと何と口やんけ。フランサーがフランサはい、濃いやつやから、シャキシャキにして食べて。余計しんどいでしょ。洗いたい、洗いたい。はい、というようにね、見てもらったように鳥取砂丘でちょっと撮影終わりました。そしてこんだけ焼けました。めちゃくちゃ焼けていたんやけども、今から風呂入ってねホテルチェックインしたいなと思います。現在が2時なんですけど、チェックイン4時なんですよ。だから2時間ぐらい時間あるから、もう先に風呂入ってさっぱりして、行こうかなっていうことで、さっき嫁はですねもう疲れすぎて言葉も出ておりませんでした。放心状態でずっと前ボーっとしてたんやけども、風呂だけちょっとさっと入ろうって言ったら今頑張って準備してくれてますけども、そんな感じで行きたいなと思います。始まってんのか、うん、
はい、ということで、長い長い中国旅行でしたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと最後振り返ってみようと思います。一番記憶にパッて残ってるのは、一番パッと記憶に残ってるのはやっぱ広島かな。あ、原爆ドームが、うん、見たいって言ってたもんな、うん、よかったよかった。いろいろね、歴史も知れたし、あとご飯も食べれたし、うん、日本海側の島根鳥取はのどぐろが美味しいよ、うんうん、分かりましたね。美味しかった。前新潟行った時も美味しかったけどな、うん、視聴者にも会えたんですけど、うん、山口はほんま人すっからかっておらんかった。俺らが泊まったとか悪かったんかもしれんけど、全然おらんかったよな人が。で、こら視聴者さんおらんでって言って、で、まあ島根ではあったけど、島根2組あったの、1人で島根が、2人目の人が鳥取の人やね、うん、だからまあいつ来れるいいでしょうということでね。まあ、昨日、まあ、疲れて、鳥取砂丘の後疲れてさ、皆さん見てもらったと思うけど、嫁蔵の這いつくばった四つん這い北斗やめてよ、俺もうやだよ、怒りたくないよ泣きそうなんだよ。本当に半泣きだった、マジで。まあ楽しい思い出ができました、ね、次回はね、関東と思いますので、8月は関東に行こうかなと思いますので、僕はこの辺で終わりたいなと思います、はい、ということで、また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。